着地怖くないんかなこの人らな。気持ちよさそう。陸の方とかやったらね、陸やからね、両方、はいはい、もうその辺でも標高が1000ぐらいあるから気持ちよさそう。パラグライダーの場合はね、はい、最後緊急用にパラシュート持ってるから、はい、ダメと思ったらペットボトル投げれば大体大丈夫。あ、安心や。パラシュート速攻開こう。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。じゃあ、すごくない？これだけすごいことになってくるんくらい。めちゃ眩しいわ。顔いかつくなる。じゃあね。キャンパーはキャンパーとか俺らキャンパーじゃないのにってちょっと行くべきよな。めちゃめちゃ綺麗やった。え、ここやん絶対。ほら。ここ。ここやば。な。めちゃ綺麗な。で、スフジさんに挨拶して。やっほー。やっほー。富士山でもほら見て。撮るか。かぶってるなんか。何よりは。あれ帽子かぶってんね今日。今日はちょっと帽子かぶってみようかなー言って。かぶってる、かぶってる。映ってるそこ。ギリギリ頭隠れてるけど。どんなの。おいしい。おお、めちゃくちゃいっぱいうんち落ちてる。おお、は牧場行ってソフトクリームを食べます。なんか絞りたてのソフトクリームが食べれるみたいな。行ってきます。バイバーイ。ソフトクリーム選手権第1位らしい。ほら書いてる書いてる。ほらソフトクリーム第1位。魔界の牧場に着きました。魔界今日何境でいろんなとこ行ってんな。パラグライダーに。パラグライダーは乗れなかったけど、ハゲと一緒に。その後集中最低。その後魔界の牧場っていうソフトクリーム1位らしいな。うん。いただきます。日本一番のソフトクリームです。パンテ見たら。フライングした。最低。着いた。すごくね、でも綺麗だねめっちゃ。綺麗。なんかこんなに山から水が溢れてるの。この全方向から流れてくる感じ。普通一個だけじゃない？うん、福井のさ一条谷ってところはさ一個しか出てこない。あんな感じ。ここのさこんな、なんかこんな全方向から出てこん。こんなに子供しか入ってない中、大人一人遊んでます。今キリヤバいよ。ガキですね。喜んでる。綺麗やった。やばいな。過去最短距離やな。うん、マジで近い。ほんじゃ入ってきまーす。よかったよね。普通かな。え？マジ？よかったよ。露天風呂とかもあったやろ。うん。
露天風呂もなんかヒノキってか木の感じで綺麗だし、あの280円のところ知っちゃってるからさ、あまあ値段と温泉の質と、ね、費用対効果ってことやね。そう、みんな多分キャンプ帰りの人が多いしな。うん、で今日は道の駅朝霧、うん、に来てますね。ここでちょっと夜ご飯も軽く食べて、今日はここでお休みするな。イエスします。ちょっと待って、道の駅なんにな、これ見てほしい。道の駅なんにさ、これこれよ、これやばいよな、この富士山。もう私は眠いです。白菜の味噌汁か、ほら、え、なんかすごいことある。昆布袋とここ出しとく。ご飯と味噌汁とあと卵。じゃあ作って食べてきます。バイバーイ。はーい、おお、すげえ。大ちゃん。